この和太鼓というのは非常に体力勝負なところがありまして、1曲がだいたい3分から4分の曲で構成をされています。この間なかなか呼吸ができないんですね。なのでだいたい1キロから 1.5 キロを全力疾走しているような感じです。これをこの後3曲やります。はい、非常に呼吸が苦しくなってくるので、途中途中で私のべしゃりに付き合っていただければと思います。次演奏します曲は桜花という曲になります。私たち桜花太鼓の桜花、桜の花と書きます。陸上自衛隊では、桜の花というのが、よく用いられております。この桜の花の華やかさですとか、散り際の切なさとか、そういったものですね。あとはその桜の花の下で、お花見ですか、みんながワイワイとしている姿、そういったものを、その情景を思い描いた、そういった曲になっております。そろそろ緊張が解けてくると思いますので、これからの演奏に期待しましょう。それでは演奏させていただきます。桜花です、どうぞ。ありがとうございました。桜花でした。じゃあ演者は次の曲の準備をしてください。